はい、というわけで、皆さんこんにちは。ですね、ケーナ奏者の、あ、すいません、吉尾と申します。今日はですね、先ほど冒頭に映しましたですね、情熱クロスオーバーコンサート、ボリューム2、in 新松戸につきまして、ぜひ皆さんにご来場ないし、ご観覧いただければと思いまして、配信などを見ていただければと思いまして、このような動画を撮影しています。まあ、改めまして、今回は、ホセプラス吉尾と、吉尾ウズラディカルアンデスコネクションで出演いたします。ケーナ奏者の吉尾と申します。いつもお世話になっております。はい、今回ですね、情熱クロスオーバーコンサートというのは、もともとは私が船橋でやっている主催コンサートで、フォルクローレの方や、違うジャンルの方をお招きしてクロスオーバーさせるというふうなイベントになっていますが、新松戸ではですね、新松戸ファイヤーバードとの共同企画で、なんていうんですかね、まあ、フォルクローレと当然、それ以外の、非常にハイクオリティなね、音楽を合わせてイベントをやるというふうなことを、去年の8月、2021年の8月に初めてさせていただきまして、フォルクローレサイドからは東京山計画の皆様にご出演いただきました。これが非常に好評でしたので、今回第2弾ということでですね、行わせていただきます。今回はですね、こちらの表示にはないんですけども、ツイキャスプレミアムによる配信もありまして、5月の29日までなんですけども、繰り返し視聴できますので、リアルタイム視聴からアーカイブズの視聴まで2週間にわたってできます。またですね、ファイアバードの、配信は非常に音質とですね、画像を合わせて非常に好評をいただいていますので、ぜひこの機会にですね、有料で大変恐縮なんですが、ぜひ見ていただければと思います。何よりですね、新松戸ファイアバードのこちらのイベントのチラシは、まだ温和な方なんですけども、今まで非常にですね、ケーナ奏者をここまでいじるかみたいな、クリエイティブワークをしているライブハウスでございますので、非常にね、画質なども、変な言い方ですけど、保証できますので、ぜひ、もちろん会場に来ていただければ本当にありがたいんですけども、なかなかね、全国の皆様に見ていただくというのは難しいので、ぜひ、今回は配信珍しくありますので、見ていただければと思います。で、今回出演者は、ホセプラス吉尾。これもね、ファイアーバードっていうか、まあ、ライブハウス結構久々なんですけどね、パワフルにまたかましますのでね、今回は結構ケーナも聴かせる、ギターも当然聴かせるみたいな感じでね、ケーナファンにも満足いただけるような演奏をいたしますので、よろしくお願いいたします。ホセプラス吉尾ですね。はい。続きまして、雨宮弘明さんと広瀬奈美子さん。広瀬奈美子さんは、私のアルバムでリリースイベントの時に対バンさせていただいたんですけども、非常にね、この雨宮弘明さんと広瀬奈美子さん、非常にかっこいいね、歌と、サックスなどをね、炸裂しますんで、もう絶対聞き逃さないように見ていただければと思います。てか次ですね、フォルクロール業界的にはまた事件なブッキングだと思うんですけどね、福田大臣大臣と、渡辺大輔さん、補正井上さん、あ、福田大輔さんですね、ごめんなさい、化粧つけ忘れました。筑波トリオ、筑波の大学の OB、によりますが、本当にね、プロフェッショナルな演奏活動をしている3人が、ファイアバードで、ホセイノブスさんは多分初めてですね、新松のファイアバード、ぜひね、見ていただければと思います。そして続きまして、もういつもファイアバードなんて本当にお世話になっています、地獄シャンソン歌手、ハチドリ・アミタ・ニョンゴさんと、ショルヘイノさん、アミヘイノのユニットでも有名です。で、非常にね、腕っこきのドラマーの、上田哲也さん、本当今回ね、アミヘイノのサウンドプラスパワフルなサウンドが来るので、本当にね、楽しみにしていただければと思います。それから、そんな中、僭越ですが、取りをいたします。吉尾ウィズ・ラディカル・アンデス・コネクション。今回ね、この写真順で言いますと、チャランゴ、ハーディ・ガーディを弾きます、鈴木龍、ギターの木和田康弘。そして、パーカッションとボーカルを、務めます、陽子。それから、まあ、ケーナの私、吉尾ですね。4人でね、がっつりと、今回、オリジナルの新曲などもね、用意いたしまして、かなり意欲的なステージができればなと思っておりますので、大変恐縮ですが、こちらのですね、イベント、もしよろしければ来ていただいて、難しい場合でもね、大変恐縮ですが、配信で、見ていただければと思います。配信のやり方は、新松戸ファイアバードや、私など多くの出演者の、SNS などでもご案内していますが、不明点ありましたら、吉尾に聞いてください。大変恐縮でございますが、
今回のイベント非常に期するところありますので、ぜひね、フォルクローレをはじめとしてフォルクローレを変えるようにして、どこまでいろんな音楽が楽しめるんだっていうふうなことで、ぜひ聴いていただければ、見て聴いていただければと思います。それでは長々失礼いたしました。吉尾でございます。どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。